こんにちは、ポールです。みなさん、こんにちは。私はジャラートです。私はアダム・サリムです。アダムと呼んでください。大学生3年生です。専門は作品技術です。よろしくお願いします。みなさん、こんにちは。ジェイソンと申します。はい、こんにちは。私の名前はアミルです。26歳です。僕の名前はマークです。私の名前はタティアナです。イタリアで生まれ育ちました。好きなことは、旅行することと本を読むことです。特に村上春樹の小説が大好きです。こんにちは。私の名前はデイビッドです。59歳です。こんにちは。アルドと言います。アルドと呼ばれています。僕の名前はウィリアムと申します。僕はミャンマー人です。ミャンマーのヤンゴンというところに住んでいますね。私はクリスティーナと申します。26歳です。フィリピンから参りました。ジェネラルスントースに住んでおります。フィリピンには約7600の島があります。出身はボストンです。特徴は多分有名な国際的な町でアメリカの歴史的な町です。私はインドネシアのベカシに住んでいます。一番有名なモルはスマレコンモルです。でもベカシには自然な場所がありません。だから旅行するためにみんなは他の町に行けなければなりません。ニューヨークに生まれましたが、今サンディエゴに住んでいます。サンディエゴのお天気はいつもいいです。でも時々雨が降ります。出身はインドネシアです。インドネシアのボゴルに住んでいます。ボゴルの有名なところは大統領宮殿と植物園と中華街エリアもあります。僕の趣味はいろいろなことをやったことがあるけど、最近すごくハマってるのはギターで弾き語りです。私の趣味はヨガと粘土と日本語を勉強します。これは私の粘土ですね。私は今年イタリア語の先生になりました。アイトルキでイタリア語を教えています。説明は日本語でも少しだけできるので、日本人の生徒さんもいます。趣味は、YouTube でいろんな動画をよく見ています。特に日本人の方と話している動画よく見ているんです。私も、言語の勉強をしています。ゲームを遊んで、YouTube の動画を作りますよね。はい、見て、漫画を読むのが好きです。はい、私はたくさんの漫画ありますね。今年、適当な日本語クラスを入り始めました。日本に仕事していきたいんです。23歳の時日本語を学び始めました。でも35年間郵便局で働きました。だから日本語を全然勉強しなかったです。今は退職しています。それでたくさん時間があります。だから今は日本語を勉強する時間が増えました。毎日2時間ぐらい日本語を勉強します。時々フラッシュカードを暗記する。大学生になるとき、3人友達がいてもう仲間になります。ね。みんなは日本のアニメや漫画や日本語の曲が好きだし、あといろんな日本の文化がわかるし、ここで日本語勉強しましたから日本語能力がすごいだと思います。やっぱり友達影響から私も日本語ができるようになりたい。そこから日本語を勉強始めます。
10年前に日本語を勉強し始めた。その時は、独学です。Google 先生に聞いてどうやって日本語を勉強した方がいいか聞きました。教科書を買って、フラッシュカードアプリをダウンロードして頑張りました。本当に難しかった。最初の目的は仕事のために勉強しました。でも、習えば習うほど興味がだんだん深くなってきました。大体1週間に2、3回オンラインレッスンを受けています。実は僕は N 語を独学で勉強しましたね。でも、N4 をオンラインクラスで、今勉強しているところですね。いつか、日本語を流暢に話すことができるようになりたいと思います。私はイマージョンの方法を大体使いますよ。スティーブン・クラッシンはコンプリヘンシブルインプットって言うけど、私のイマージョンコンテンツはいつもコンプリヘンシブルじゃない。暗記はだけじゃない。例えば、アニメを見て、本を読む、ね、漫画の読む。その方法は私の大体の勉強をしていますよね。日本語を選べた理由は、日本で勉強したいので、それに人が日本語で話すときは面白いと思った。だから日本語を勉強しています。私は YouTube で日本語を勉強しました。いろいろなチャンネルを見ました。例えば、ベンジロさんのチャンネル、ジャミンさんのチャンネル、アカネさんのチャンネル、もしもしユースケのチャンネル。それのチャンネルは全部私に手伝ってもらいました。本当にありがとうございました。勉強の方は最初にはもちろん先生が文法を教えたりして、でも会話するときに喋るのができなかったんで、だから勉強の方法はちょっと変えてて、どんどん文法が間違っても喋ってて、相手が直してもらって、そういう間違ってるところが頭に覚えています。何回も間違っても喋った方がいいです。私のゴールは N3 能力試験合格することです。はい、 JLPT N3。 はい、毎日毎朝と毎晩を日本語を勉強しています。例えば単語と漢字を覚えるために、暗記ドロイドというアプリとか、日本の本とか、いろいろな日本語アプリ使っています。はい、頑張っています。僕の目標は、ただ日本人の話を分かるようになりたくて、自分の思いこともしっかり伝えられるようになりたいです。もし機会があったら、僕も JOPT を受けたいと思います。子供の頃から慣れない言語を学習って大変ですよね。それでも、やる気があればあればほど無理なことはないと思っています。はい、終わりです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。